はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しの後藤です。今回は、ピンク、薄いピンク系のハイトーンにしたいんですよね。はい。で、根元が今こういう状態に出てて、まあ大体3回ぐらいしないとかなっていう感じではあったんですけど、まあできれば2回に収めていきたいなと。根元2回のこっちはちょっとやるかやらないかまだ分かんないです。ちょっと途中で、状況を把握しながらその先を決めていきたいと思うので、ちょっとまず根元の方をやりながらいろいろ考えていきたいと思いますので、根元をまずブリーチしたいと思います。はい、ブリーチ入っていくんですけれども、今、ここでパツッとなってる状態で、で例えば今回ここを、マックスでベタ塗りした場合、また次回も同じようにこうプリの状態になってくると思うんですけど、まあ髪のダメージだったりとか、まあいろんなちょっとイメージチェンジしたいということだったりとかもあるかもしれないので、今回はバレイヤージュにつながっていきそうなベースを作って、根元側のところをベタ塗りではなく、ちょっとメッシュ的な感じでですね、ここにつなげていくような感じにしてい、こうかなと思っております。このバックコームのところ、他のところにもまあついちゃうと思うんで、あのバックコーム立てちゃったところに、なので、まあ、そこはしょうがないということで、そこまでこだわってるとちょっとできないので、このぐらい、あ、そうだ、前あの、そうそう、昔の動画とか見ていくと分かると思う、チャリーンって入り口のドアの音がする動画で結構あったんですよね。それは普通にリアルにあのアップしてるんですけど、で前髪の方はですね、全部ウィービングで、やっていきます。ちょっとだけちょっと顔にかかんないように、ちょっと使う時と使わない時があるんで、まあ、皆さんのやりやすい方を、使うとちょっと時間かかっちゃいそうだったんで今日は使っておりません。さっき染めたやつを、見たいと思います。まあもうボウルに水入れてきて、ここを髪の毛直接入れ込んじゃう感じですね。で赤みが弱いなとか、あ、いけるなとかですね、ここでちょっと大体今後これからやっていく感じが見えてくると思うんで、まあ、なるべくだったらブリーチ延長したくないじゃないですか。なので実際乾かしてみないと分かんないですね。これがまた濡れてる感じと乾かしてる感じで、これ実際に見てもらうんですね、お客さんに。僕はでここあのこんな感じだけどどうですかって言って、でそれで大丈夫だったら、じゃあまあもうブリーチなしでいきましょうかって話になってくるわけですね。これで見た方がいいか、これで。ありがとうございます。見ますか。暗いですよね。どう、あとはね、これ細かいの見てもらって、これが暗ければこれ今ちなみにアッシュを、アッシュとピンクなんですけど、そのアッシュの色を結構薄めの色なんで、それを増やせば大丈夫ですね。どうなんだろう。でもあんまりピンク削っちゃうとピンクが全く分かんなくなっちゃってもちょっと、まあ、そんな感じになるんで、ただ求めてたやつだったらきっとこんなにビビッとじゃなくて、もうちょっと色の雰囲気はこれで大事だと思うんですけど、アッシュもうちょい強い方が理想に近いかなっていうのが分かるんで、ちょっと思ってるやつよりもちょっと色がはっきりして暗く見えてるのかなって気はしてるんですよね、僕の中では。合ってます。そうですね、っていうことが分かるので、そうなってきたら、じゃあ4対1にしようかとして、まだ見えないとこですね、そこを使ってまたちょっと検証したい。 なるべく中の方がいいですね。表面に来ない毛の方がよくて、まあ馴染んじゃうんでね、同じ同系の色使いますから。今回はちょっともうちょっと配合を弱くしてやってますので、である程度ですね、ここで色が入りやすいお客さんだなとか把握しておけば、あ、じゃあ根元に使う薬はどれぐらいで十分だなとかっての見えてくるんで、僕はそうします。結構入りやすいモデルさんの気がしたので、
根元変にアッシュ強いやつやっちゃうと危険だなってちょっと思ったりとかしたので、うん、なんかちょっとベージュっぽいのをプラスしてやろうかなとか今ちょっと考えてますね。ピンク薄い。あ、薄い。これでも結構入ってるんですけどね、ピンクね。トーン上がりましたけどね。さっきのこれなんで。あ、そうですね。そうそうそう。で薄くする。でもこれがトーン上がると結構綺麗な色なんですよ、実は。結構普通っぽい色。うん。ですね。ということもあるので、っていう場合は延長ですね。あの毛先をプラスって感じで、ちょっとまあ。この段階で毛先を塗るって感じですね。塗って、要は色をどう何入れてもその理想に近づかない状態ですから、要はじゃあアンダーの問題だってことが分かりましたので、じゃあアンダーを上げるっていう感じになって、もう一回毛先のブリーチって感じに。結構今まで配信していたやつだと、あの同時進行で、まあ、1時間半とかでパッて簡単にやっちゃう、カット込みで2時間弱でやるよっていうやつが多かったんですけど、若干コントラスト出た時に巻いた時にかっこいいので、まああえてまあこれもね、先ほど撮ったパネルのやつを パネル通りに塗っていく感じにします。あ、なんか残ってるかもしれないね、もしかしたら。確かにそんな感じがする。で、まあ、もしね早く、まあ、ほんとより時短を考えるんであれば、早い段階でテストのやつを塗っちゃうっていうのも一つの手だと思いますね。で、ある程度色の入り方が分かってきたので、テストは1回っていう感じにします。ある程度毛先抜いたらそこにもう1回テストするんですけど、でちょっとこれはオキシを緩めので、結構僕この1戦目やんないんですけど、1戦目結構痛むんですよね。結構この、顔周りと、あと襟足と顔周りの産毛みたいなところが結構痛みやすいんで、まあ、ちょっと今日は結構長い場合なんですけど、リパレット使って、こういう風に塗ってって、うちの来てるお客さんの結構まあ年配の方ですけど、はい、行きたい時に行けるテレアポイントやってるよ。めっちゃよくない？いいですね。でもその日に、いやなんか今日嫌だなと思ったら行かなくていいんだってそれめっちゃいいなと思っていいなそれあるんだよね、そういうの。でもなんかね、ちょっとね、年いってた方がその売る商品がなんか化粧品なのか分かんないけど、声の感じが若すぎるとなんかちょっと聞いてくれないみたい。相手がちょっと年配者だからさ、あそう、まあ、結果出す人はもう結構好きに行ったり休んだりしてるらしいよ。すごい、それめちゃくちゃいい。羨ましいですね。すごいよね、それが普通にあるんですよ。へえ、北海道にね。ただ髪の毛はもう普通にした、黒髪にしたいとやったらどうすんの？仕事でじゃ黒髪にしてくださいとやったらちょっときついよ。あ、無理ですね。やめる？やめる。あ、そう、絶対やめる。無理です。きつい。はい。あの、じゃあポリシーがあるんですね。縛られたくないです。あ、それ髪の毛は自由で痛いよね。はい、確かに。で、まあ僕の場合なんですけど、もうある程度目安の薬はある程度先に作っといて、時間かかっちゃうので、で後で調節した時に足りないなと思ったら、その場でさらにそのカラー剤にプラスするみたいな感じにしてますので、もう今から混ぜない状態で作っときます。で、もともと作ってるカラーがもうあるので、もうそれはちょっと混ぜちゃったんで、それをちょっと乗っけてみてですね、どんな感じになるかを、ちょっと検証したいと思います。はい、このような感じでちょっとチェックしておきます。綺麗な、あ、綺麗だと思います。どう？これだったらいいですよね。はい、これも分かりますね、そこから見てもね。はい、分かります。あ、綺麗。綺麗ですね、はい。というような感じで、これベースの、まあ大体仕上がりはこれになるっていうことが、ここで認識できるとお客様も安心すると思うんで、まあ、これに根元の方の状況ですね。ここが一番ポイントなのが、根元のところのこのちょっとオレンジなところですね。ここが赤み消しづらいポイントなんで、ここに、どうしようかなって今考えてるんですけど、
基本的にブリーチが落ちればいいかなと思ってるんで、コーミングしながらシャンプーするみたいな感じで、でお湯をしっかり溜めて、なるべくお湯につける方が残留してるもの取れるんで、で、ある程度早めにカラー作っといた方がリフト力がなくなってくれるんで、黒いところの毛が変にリフトしてオレンジっぽくならないので、ちょっと早めにカラーは作っといた方が、いいかなと思います。で、混ぜてすぐだと、発色よりもブリッジの方が先行しちゃうので、ブリッジの先行を抑えてあげて、経過させて、先にもうブリッジの方をなくして染色の方で使っていった方がいいので、で、残液残しておいてください。これにこれもやっぱりゴールデンポイント付近の根元の量というのが、こういう寝てる状態だとどうしてもここの毛量が多くなっちゃうんで、今毛先つけてたんですけど、なんか入りがそんな早くなさそうだったんで、水を抜きました。はい、これで席で、続きをやっていきたいと思います。はい、では根元を塗りますね。まあ、色はこんな感じにもなって、結構ね、いい感じの色じゃないですか。はい、まだでもピンクが足りてないんで、もうちょっと出てくれたらいいんですけどね。うん、で、今ちょっとピンクが入ってきてるんですけど、まあ、こっちの方が絶対綺麗だなって思います。ベースにアッシュがもう、クリアアッシュが入ってくれてるんで、ただのピンクじゃなくて、ちょっと寒色系のピンク、モーブ系のピンクが入ってくれてるんで、いいかなと思います。で、後でカラー混ぜる場合なんですけど、結構できてるカラー剤にカラー混ぜるんで、結構混ぜないと、なんか実はすごい濃いところが残ってたら、そこがバンって発色しちゃうんで、そこを気をつけた方がいいんで、かなり混ぜた方がいいかなと思います。自然放置で置きまして、結構色が今綺麗に入ってきたんで、あ、これぐらいなら流しても大丈夫だなっていう感じの量が今入ってきてくれたので、これで、はい、これから乾かしていきたいと思います。今こんな感じになってます。これから乾かしますね。